高齢者の生きがいや健康づくりなどを目指す夢佐賀大学におよそ400人が入学しました。夢佐賀大学は佐賀の文化や芸術、スポーツなど幅広い分野での学習を通じて高齢者の生きがいや健康づくり、地域活動への参加を目指そうと佐賀、唐津、鹿島、そして鳥栖に設置されています。今年は大学院を含め408人が入学し、今日佐賀市で入学式が行われました。いろいろコロナとか大変ですけれども、夢佐賀大学いろいろ学べることがたくさんあって楽しみにしています。今まで知らない人とクラスメートになるということは多分楽しいことが多いだろうと思います。今年の新入生の平均年齢は 72.2 歳で、最高齢は男性が92歳、女性が91歳だということです。